ジョニー・クライストは、アメリカのヘビメタルバンド、アベンジド・セブンフォールドのベーシスト。2002年に加入。本名ジョナサン・ルイス・シュワード。カリフォルニア州ハンティントンビーチにて誕生。13歳の頃、ベースを始めて、独学で弾けるようになった。幼い頃からバンドを結成したいと考えていたため、スワード・マリーナ、ハイスクールという大学に通った。 それ以降はベンジドセブンウォールドのメンバーと出会った。前のベーシストが事情によって脱退した後、同バンドに加入。アルバム、ウェイキングザホーレンから参加した。タトゥーが多数掘られてあり、フレディ・クルーガー、チャッキー、ジャック・ニコルソン、ジェイソン・ボーヒーズ、キャロリン・ジョーンズなどのホラー映画キャラクター、首には常にカウボーイハットになりたいという理由で、カウボーイハットをかぶった。 頭蓋骨のタトゥー、胸には2009年に、同バンドの元ドラマーであるザレブのデスバットの大きなタトゥー、指にはビールとワインという言葉が彫られている。ありがとうございます。